はい、スタートします。今日の、装備は4ウェイ、ウェイト4の8フィート。ここは以前にも釣ったことがある場所なのでちょっと期待してます。で、フライは、まずは一発釣りたいので信頼度の高いブロートーチでいきます。こんにちは。こんにちは。今日はたびたび来ている渓流にやってきました。ここはレインボーとブラウンがいるんですけど、割とポイントが入りやすくて居心地のいい場所なのでよく来ている川です。うん。これは今ブロートーチ投げてるんですか？そうですね、ニンフでまずは探ってみてます。交換できました。これなんていうフライかわかんないけど、前に作ったやつでやってみます。ちょっともう移動していこうかな。この辺は木があるからちょっと引っ掛けやすい。で、この木の倒れてる奥の方にいるかなと思ってちょっと一生懸命投げようと思ってます、うん、この時は。今来たぞ。反応あったんですよ、ここ。なんか光ったの見えたんでしょ、魚が。そうですね。いるね、あそこに。ちょうどね、木の真下に通した時に食ってきてる感じなのかな。おそらくそんな感じだったと思います、うん。まあ、木の下はやっぱり狙いどころではあるね、うん。なんかもうそこはいなさそうな気がする、うん。一回反応があったからちょっと、あとちょっと投げる。あー、もうこれはフライフィッシングあるあるの後ろの木を釣っちゃうやつじゃないですか、これ。そうですね、イライラしてます。もう毎回ね、引っかかって。それと対抗ありますね。これはちょっと移動した感じですかね。はい、ちょっと諦めて下流に移動してきました。うん。ここがね、結構反応あったんですよ。うん。まあここね、誰もやってなかったからあまりちょっと期待してなかったんだけど、流れは良さそうだったから。うん。なんか結構川の底が石がゴロゴロしてるような感じのところで、うんうんうん、なるほど。これは何か来た顔ですね。来るって言ったのに、これ来るよって言ってたのに、この君のこの君の顔が常に驚いて驚いた顔はああなります。ちょっと ラインコントロールって言ってるのは左手のことを俺は言ってたんだけどね。あ、左手でしっかりこのたるみを前取っていかないといけないよっていう意味で、うんうんうん、ちょっとたるんでたかもしれないですね、うん、この時。やっぱりね、こうしちゃいがちなんだよね。このラインがちょうどこう三角形みたいになってるんだけど、うん、こうなるとすぐにこの来た時に合わせきれない時があるから、右手で握るってことですか。そう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 、今こうやってやってるんで。来ましたね。来ました、また。あ、これはね、結構たるみなく引いてたつもりなんだけどバレちゃったんですよね、うん、これもバレちゃったんだな、うん、やっぱりでも魚いたんだね、ここ結構、うん、一歩ずつ前出て奥目の方狙ってたらいいよ。
お、これは来た来た来た。もう確実にこれで来たと思って一匹目と思いました。ナイス、ナイスです。悪くない。はい、と思ったらバレました。悲鳴がこだましましたね、森に。もう絶対釣れたと思ったのにな、この時結構ね、大きかったね。30センチくらいあったと、まあまあ引いてたから、それなりのサイズはあったかなと思います、なかなかいいポイントだったね、ここは。もう悔しくて、また引き続きもうちょっとやりました。ここは、あのさっきのポイントの、はい、まあ、ちょっとあの少しポイントをずらしてみました。始めた感があるから、まだこれでやりたい。ちょうどね、リフルができてて、こっち側にすごいいい感じの場所ですね。そうですね、ここは絶対いるだろうなと思ってた。おっと、一発目この顔あ、マジ今なんか良さそうだったけど、またバレましたか。そう、またバレたんです。なんで乗らないんだろう。針がさ、ちゃんとそのフックポイントがしっかり、鋭い感じで言われたので、ここで針をね、チェックして、ちゃんと刺さるかどうかっていうのを確認して、入りそうだけどな。これはフライは何使ってるんですか。この時もあのニンフですね。これはあのハスラーですね。ハスラー、うん、これハスラーっていうフライ使ってますね。なるほど、出したのしまうんだねしまってでもう一回狙ってみました。これは来ました。引き方がすごい。これは絶対逃がしちゃダメだと思って今まで以上に必死でした。ナイスナイス、やったやったもう必死だったから、この時は声も出なかったですなるほど、今度は逃がさないように。かなり引いた。ブラウンですね、まあ、そんなに大きくはないけどね、うん、でもなんか綺麗なブラウンで、うん、結構釣れたことがまずは嬉しかったです。うん、そうですね。小さめだけど釣りました。これはいいですね。ブラウンです。釣りました。小さいけど、ようやく1匹目。ここからちょっと調子が出てきました。なるほど。お願いします。このポイントはすごいいいですね。最初の魚もちょうどリッフルになっているところのシームにいた感じですかね。ここに今リッフルがこう白く泡が立ってるじゃんね、うん、その横側にこうフライを通していった感じが一番まあいいポイントだから、そこにちょうど浮きが流れてたんで、シームの速いところの流れの横側、まあ、一番狙い目のところだから、まあ、そこにやっぱり魚ホールドしてたんでしょうね。そうですね、その泡がこう立ってるところの近くを狙うようにはしてました、うん、そうだね、その時に来てるからね、ちょうど、うん、
これはもう教科書通りって感じですね。いい感じじゃないでしょうか。はい、釣れたのでこれは嬉しかったですね。もうちょっとバタバタしてますもんねちょっとバタバタしてますもっと落ち着いて釣りたいな。まあまあ、うん、まあまあまあいいと思います。釣れたので結果良ければ、うん、まあなんかこの感じで見るとユーロっぽい、ユーロニンフィングみたいな釣り方もできそうな感じだね。うーん、まあそんなに距離がなくても投げ方は似てるから。そっか、まあ、あんまりこう遠くまで投げないで、うん、こうハイスティック目でやってたから、うん、似てるのかもしれないですね、うん、はい。ここはここはさっきのところからさらに下流にやってきまして、ちょっとねここ足元悪かったんで歩きづらかったんですけど、うん、この手前側が結構浅かったんですよね。手前っていうのは私がいる左側ですね。川の左側。川の左側です、うん、で奥の方がちょっと深めになっていたので、うん、こう反対側の岸からこう奥の方に投げたいなと思って、うん、こう橋の方をちょっと静かに歩いてる感じです。なるほどね。ここが一番チャンネルになって深いところだから、うん、チャンネルになってるところの浅い方から投げてた方が釣りやすいというのはありますね、うんうん、左側のバンクに来て深くなってる方のチャンネルを狙っていくっていうのが、まあ、正当法な感じがしますね。上からねおじさんが来ちゃったんだよね。そうですね。おっと来ました。ここはもうバレずに来ました。うん、あ、沈んでますね、うん、インディケーターがなんかまだバタバタしてるんですよね、私バラしたからねバラしたから焦りが出てんじゃん。かもしれないです、うん、来ました。レインボー釣れました。あ、よかった。なかなかのサイズの、ね、また逃げられんじゃないかと思ってドキドキしてた。綺麗ですね。そうですね、釣れました。結構太さもあって2匹目でした。ここはこれもそのまま上に上がってきたのかな、さっき釣ってたところの、うん、で、木が倒れているところとの間のこう波が立ってるところあたりが結構いいんじゃないかなと思って、うん、投げようと思ってたんだけど、なかなかやっぱああいう風に木が倒れてると怖くてね、うまく根がかりが怖くて、根がかりとか反対側の木に引っかかっちゃったりとか、うん、それが怖くてちょっと思いっきり投げれてないですけど、うん、おっ、そうだ、来ましたね、ここで来たんですよ。うん、あ、来てる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 改めてこう、あ、ちゃんと反応あるじゃんと思って来ました来ました。いやー、よいしょ。いやー、嬉しそうですね、うん、釣りましたまあ狙ったところで、ね、釣れたら嬉しい。ニジマスです。しかもまあまあサイズも大きかったし、うん、結構元気。ちょっと待って、さっきより大きいかな、さっきより綺麗だ。こんな感じです。
はい、ガッツポーズ。本日3匹目のレインボートラウトです。これはあれですね、やっぱりちょうどこの流れがあって、さっき言ってたその木が倒れてるところ、うん、木が倒れてるところが多分曲がってる流れの中では一番深くなってるところなのかな。手前側のバンクよりも向こう側のバンクの方が深くなってるから、うん、流れの中で、まあ石がコロコロあるんだよね、大きい。このそうなんですよね、うん、岩が白波、まあ、白くなってるところ、うん、ここには多分まあ石があるんだよね、大きい、うん、でちょうどこの浮きが沈むところっていうのがこの瞬間だから、ここにある石、大きな石の、うん、まあ、ちょうど横側に、まあ、魚がこういたんでしょうね、うん、まあ、魚は大きい石の後ろにいるってわけでもなくて、まあ、横にいたりするっていう場合もあるってことですね、うんうんうん、これさらにちょっと上に移動して、はい、移動してきました、まあね、これさっき おじさんが上流から来たおじさんが釣ってたところなんだけど、うん、もう一回流してみてって感じですか。まあ、ちょうどさっきの入ってたところ反対側になったかな。来た来ましたね。来ました。あの私のこうラインの引き方がちょっとすごい小さい、あんまり綺麗じゃないですよね。ニジマスだなこれ。おっと、うん、あ、ブラウン、あ、結構ここは魚がいっぱいいたんですね。いましたね、うん、バラしたのも含めて、まあ、何匹かいたって感じですかね、うん、ブラウンです。かわいらしいブラウン釣れました。はい、本当にいそうな感じ。この白波が立ってるところとか、うん、ちょうど酸素があの豊富に入ってくるところで、うん、かつ、まあ、深みもあるからいかにもいそうな場所ではありますね、うんうん、この日は調子良かったですね、後半は。そうですね、うん、まあ、最初ちょっとバラしていっぱいバラしちゃったけど、バラしまくりました。うん、やっぱりね、左手をうまく使ってたるんでる糸をどういう風に操るかっていうのは結構バラすバラさないの重要なポイントですから、うん、それはちょっと意識してもいいかもしれないですね。そうですね、ごちゃごちゃになって。そうだね、まあ、特にフライフィッシングはその投げるまでが意識されることが多いから、うん、まあ、その後のその魚との格闘をどういうふうに対処するかっていうこともやっぱりね、考えていく必要がありますか。ありそうですね、うん、慌てないでラインをコントロールできるようになることが結構上手になるコツなのかなと思います、うんうん。1日を振り返ってどんな感じでしたでしょうか。振り返り一言で言ったら楽しかったです、うん、なんか楽しめてる感じがしますね、うん、はい、じゃあ今日はそんな感じですか。はい、そんなところです。ありがとうございます。ありがとうございます、うん。